You're listening to Shibuya Cross FM. 歌って Presents ユーチェルと高見直のアイドルオンライン。Supported by チェキチャ。高見直のアイドルオンライン MC のリーチェルです。そしてナビゲーターの高見直です。よろしくお願いします。よろしく。どんな番組かというと、直ちゃん説明お願いします。はい、この番組は音楽メディア歌天が東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷クロス FM から第2第4水曜日の19時から19時50分まで生放送でお送りする情報番組です。音楽シーンで活動する女性アイドルから新しいスターを発掘するため、ライブや配信で輝く人たちを紹介していきます。はい、ありがとう。さあ、リューチェルさん、まあちょっとね、お家から出て、少しは、お出かけできるようになってきましたけど。そうだ ね、 ね、最近どうですか？いや、でもなんか引き続き、もうリモート収録みたいな、まあ、リモートの仕事、相変わらずそうだよね、あんまり変わってないんだけど、でもこの、やっぱりちょっと解除みたいな、解除じゃないけど解除みたいな形になって、そうですね、12月まで仕事がバッとありました。え、もうそれまで仕事がなくて、あ、どうなるんだろうみたいな、ちょっともうやばいんじゃないかなって思ってて、マジでつめつめで、キツキツで生活してたんですよ。だけどバッて12月まで埋まって、いきなり、もうちょっと安心できたかなって感じ。さすがですね。いやいや、何をおっしゃいますやら。1ヶ月後何をしているかは分かります、私まだお待ちしております、お仕事。いや、本当ですよ、お仕事お待ちしておりますね。なおちゃんは、最近3ヶ月、最近っていうか昨日、3ヶ月ぶりに髪を切ったり、でもさっぱりしたね。そうなんですよ、ちょっと染めたりとかもして、どうですか、いい今の髪型。あ、めっちゃ今がいい、あ、本当ですか？すっごい若返った。あ、わかります。別になんか老けてた感じじゃないんだけど、すっごい若返ってフレッシュな感じが、メイクも変えた？あ、ちょっとだけ。キラッキラしてるもん、なんか。なんかキラッキラしてる。キラッキラしてる。いい感じ。ちょっとやっぱ生き返りますよね、サロンとか行ったりするね。そうなの。やっぱり、リフレッシュできてね。はい、そうなんですよね、という。僕もピンクに染めたんだけど、すぐ色落ちた。ですよね。終わり、もう。ピンクって。でもピンク残ってますよね。本当、すぐ、でも今の色可愛くない？うん、濃いですよ。逆にね、そうそう、パキッとしてたから、ピンクって落ちてもすごい可愛いから、毎日違う色で楽しめますよ、おすすめです。確かに色落ちも楽しめますね、はい。さあ、ということでオープニングトークはこれくらいにして最初のコーナーに参ります。りゅうちぇるさん、お願いします。アイドル新キャラ開発プロジェクト、イエーイ。はい、このコーナーは音楽シーンで活動する女性アイドルに取材や SNS などでも言ったことのない初出しのハマっているものを紹介してもらい、そのアイドルの新しいキャラを発掘していきます。今回のゲストアイドルはこちら、民族ハッピー組の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。一人ずつ自己紹介よろしくお願いいたします。はい、民族ハッピー組の、青色担当、ルイルイこと東谷ルイです。よろしくお願いします。お願いします。はい、民族ハッピー組、ロリータ界の天使、永井杏樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、民族ハッピー組、演歌大好き少女、望月瑠香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、民族ハッピー組の緑色担当、企画もたくさん担当してます、馬淵京子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、民族ハッピー組の占い師、鬼瓦トイコでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、演歌だったり占いだったり、ね、すごい個性が豊かですね、はい。さあ、そして民族ハッピー組というグループはどういうグループなんですか？はい、民族ハッピー組は世界の民族をハッピーに、そして自分たちもハッピーになるべく日々精力的に活動しています。インドネシアを中心に、世界8カ国28公演、日本だけでなく世界でも活躍しているグループです。え、ガチ民族ですか？日本人ではあるんですけど。日本人です、日本人ではあるんですけど、はい、そういうことか。そうです、そうです。じゃあ、本当に世界の、じゃあ民族、本当の世界の民族の方と一緒になんかそうですね、そういうことです、はい、すごい、めちゃくちゃインターナショナルな、だから演歌とか、そうですね、日本のものをアピレル、
感じのなんか個性があるんですね。もともと演歌をテクノ調にして歌ってたんですよ最初は。あちょっと意味がわからない。そうなんですよ、そうなんですよ、そうやって歌ってて、うん、そこからちょっと民族ハッピー組名前が変わって、あで今はちょっとまた曲調の変わったものを歌ってたりとかします。はい、すごい。だってジャカルタで行われた3周年記念ワンマンが2000人のチケットソールドアウトという。すごすぎな。すごくないですか。なかなかアイドルさんって海外公演って難しいんですよやっぱり。だよね、しかもそれで2000人ですよ。いやなんかすごい。どちらかというと日本よりなんかインドネシアの方が人気があるんですけど、はい、そうなんですよ。それはちょっとこれからの課題でございます。そうなんです、頑張ります。なんでうちらインドネシアでは日本じゃんみたいな感じなんだね。ちょっとねまだまだですね。十分すごい可愛いし個性的だしね。ありがとうございます。今日はちょっとじゃキャラを引き出していただいて、ね、はい、日本でもね、はい、触れていただけますようにね、はい、さあ早速、東屋さんがミチェルさんに見てもらいたい特技があるそうで、はい、はい、あの私の特技であるマイナーモノマネをちょっと披露したいと思います。大好きマイナーモノマネですか。私の箱である海外の通販番組の吹き替えのモノマネをもう最高やりたいと思います。最高、ありがとうございます。お願いします。いきます。はい、私の名前はキャサリンよ。今日みんなに紹介する商品がこれ。これを1日3錠飲むだけで私のようなパーフェクトボディを手に入れることができるの。すごいでしょう。今ならなんと3990円。3990円よ。買うなら今急いで。僕めっちゃ好き。なんかあの日焼けしている白人のブランド女性がもう浮かんできたもんね。確かに。ありがとうございます。あれってちゃんと和訳されてるんですかね。うん、なんか多分嘘だった。ノリです、ね、あれノリだよね。ノリです。なんか映画の吹き替えとかできそう。映画吹き替えもやってます。声優としてもさ、やっぱりほらほらほら、そうだもん。すごい。じゃあこれはリューチェルさん公認ということでいいですか。あもちろん。ありがとうございます。僕が弱いですが、あめちゃくちゃ好き、楽しい。面白かった、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。さあそれではそんな民族ハッピー組の皆さんに取材や SNS などでも教えたことのないこの番組初出しのハマっているものをおすすめしてもらいます。それでは望月さんお願いします。はい、はい、私望月るかは演歌を聴くこと、うん、そして歌うことにハマっています。おー、はい、あのもしよろしければ、はい、ここで少し歌わせていただくことは可能でしょうか。ねえ、演歌が好きなのに演歌を歌うの、はい、これ本当に初出しなんですか。あれ絶対違う。あれあのちょめ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 でございます。ちょめちょめでございます。ちょめちょめで、とりあえずじゃあ一回僕たちも一応演歌聞きたいので、じゃあいいですか。はい、そこはスルーするので。ありがとうございます。はいはい、それではあの、うん、細川たかしさんの望郷ジョンからという歌の冒頭部分を少し歌わせていただきたいと思います。はい、聞いたらわかる。津軽は雪子舞い飛ぶ頃よ、みんなは達者か変わりはないか、ふるさと恋しや花一もめ、ああ。ありがとうございます。気持ちよさそうに歌う。いや、なんかこういう演歌素晴らしかったの。ありがとうございます。本当にこういうの聞いたら、あ、自分って日本人なんだなって思わない。いや、わかります。本能が騒いだ今。すごい。はい、ありがとうございます。うるーさーマジで嬉しい。気持ちよさそう。じゃあ、いや素敵でした。ありがとうございます。ただこれ初出しではないです。絶対すごい慣れてました。ちょめちょめでもよかった、はい、いいね。聞かせてもらったわ。ありがとうございます。あ、ちょっと歌てんボタン、歌てん、ありがとうございます。じゃあこれは何
何なんですか。はい、これはですね、はい、この番組の中でゲストさんの発言なのでリューチェルさんがグッときたら押すボタンとなっております。なるほど、グッときちゃった今。嬉しいです。てかもう入歌点入歌点これ3ポイント以上でステッカーをプレゼントします。そうなんですね、はい、いやもう素晴らしく今心現れたよね、ちょっとね、本当に、いや本当に、まあ、民族ハッピー組の楽曲でも歌われたりするんですか、演歌を。楽曲、民族ハッピー組の楽曲では歌うことはないんですけど、もったいない。じゃあそこにちょっと不満を抱いてる、すごい不満を抱いております、ね、プロデューサーさんに言ってもらわないと、はい、入れてほしい。いいですよ、いい声、はい、さあ続いて、鬼ヶ原さん、はい、お願いします。私はですね、クーポンを集めることに変わっております。この後なんでちょっとパンチはちょっと弱いんですけど、はいはいはい、ちょっと分かっておりましたけど、はい、すいません本当に順番どうしたちょっとどうしようかなみたいな、ちょっと負けちゃったなと思いますけど、何がクーポンだみたいな、どうぞボタンを押していただいて確かにクーポン集めそうじゃん、めっちゃ集めそうじゃん。ない店でもありますか？みたいな。いや本当にどうなるか分かんないじゃないですか。自粛になって、ね、分からないからもクーポン集めてちょっと節約することが一番大事だなってことを。確かにね。学んだんですよ。もうマスクボフボフしてる。確かに。もう熱がちょっとマスクボフボフにじゃあ歌ってます。いやもうただ1ポイントだけ。今何枚ぐらい持ってるの？私ですね、結構もうアプリ もうめっちゃ集めてて、もう6個ぐらいクーポンのやつを持ってて、あとはもうレシートのやつとかも全部集めて、もう100枚以上は多分いる。うわーすごい。あれレシートの使ってる人いるんですね。ね、ね、あれってその時はラッキーって思うけど、うん、なんかその断捨離しちゃったりとか、意外に続かんないよね。それをハサミで切って、うん、チェキを取るんですけど、そのチェキの入れる袋に入れといて、はい、これ使おうみたいな。へー、いい奥さんになるわ。確かに。もう一回言ってもらってファンの方がいい奥さんになるわ。本当もう素晴らしいですね。そういう癖みたいなのにしておいた方がね、確かに絶対はめてるんですね、はい、素敵な、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ続いて、東屋さん、はい、はい、私東屋るいは最近カミソリを鼻に突っ込んでそれを回して鼻毛処理することにハマってます。え、ちょっとどういうこと。え、めっちゃ怪我しない。怪我しないんです、怪我しないんです。え、嘘。なんか鼻毛カッターと同じあれじゃないですか、うん、なんか仕掛けで普通に、うん、こう突っ込むじゃないですか、カミソリ突っ込んでくるーって回したら本当に綺麗に剃れるんですよ。マジやってみたいんだけど。怪我しますよ多分。プロじゃないと。本当にプロじゃないと。怪我しない。私は、私の鼻にはめっちゃフィットして。ヒットなんかさ、鼻毛カッターってさ、ちゃんとさ、怪我しないようにさ、ガードみたいなのがついてるじゃん。ついてますよね、うんうん、でもなんかそれだけじゃなんかちゃんとなんか処理できてる気がしなくて、やっぱりアイドルなので鼻毛出てたらファンが幻滅しちゃうじゃないですか。だからって、だからじゃあでも鼻血出たらどうするの。鼻血見たらすごい綺麗に処理できたので、ちょっとお二方にも私はやってほしいと、今日ちょっと意を決して持ってきました、この案を。興味あるけど。やだ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 。鼻毛カッターってさ、僕使ったことももちろんあるんですけど、鼻毛カッター使うとちょっと痛いの分かる？あのさ、鼻毛の断面が痛くて。何？分かる分かる？なんか分かります分かります。なんかちょっと鼻毛カッターを使うと鼻毛の断面がすごい太くて、あのチクチク当たったりチクチク、はいはいはい、鼻がチクチクするの、それが苦手で、分かります。シェーバーっていうかそのカミソリはチクチクしない、全然しないんです。すっきり、あ、ほっそり取れるんですよ本当に。こんなに鼻毛で盛り上がるんですね。私もこんなにも盛り上がると思いませんでした。気になる気になった。こうなると思います。やってる。ぜひぜひお願いします。あ、そうなんだ、はい、それめっちゃいいんだ。めっちゃいいんですよこれ。そもそもアイドルは鼻毛剃らないですからね。もうそうだよね。てか言わないよね別に。そうそうそう、鼻毛を剃ってアイドルたるものを見せちゃダメだっていう風に言ってますけど、だいたい剃らないですからね多分。そうだよね。剃ります。そう、絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘。そんな
ずるいよ、そういうの。ねえ、さすがです。一本一本魔法がかかってるんで。あ、そういう意味だね。鼻毛出てても言わないから。勇気を振り絞って言ったのにテンション上がる。じゃあ歌ってん、ちょっと歌ってん、ありがとうございます。勇気に歌ってん、やったー、面白い、はい、さあ続いて永井さん、はい、お願いします。私はガンプラ制作にハマってます。ガンプラ、はい、あの、あれだ、あのガンダムの機体を作る、あ、そうです、作るんですけど、まあ、それ自体はあのファンの方みんな知ってるんですけど、うん、なんと次回あの10万円もするプレミアガンダムを制作します、うん、あー、もう、はい、気の毒いやでもすごいよね、10万円、10万円で、あの LED がついてて、何にブルーレイ、LED、はい、光るガンダムを今回初めて作ろうと思ってます。何、あ、そうか、 LED 代で10万円ってことですか。あの、それが2万で、で、機体が8万ぐらいするんですよ、うん、8万もすんの、はい、え、バックラフ本当にすんの、はい、そうなんです。めちゃくちゃ大きいですよね。はい、大きいやつで、大きさが、はい、それを24時間かけて今回作ろうと思ってまして、すごい、はい、しかもあの最後はその高級ガンダムを、うん、あの抽選でプレゼントしようと思ってます。そんなの素敵じゃん。いいんですか、だって自分が置いときたいから買ったんじゃないですか。そうなんですけど、でもやっぱりファンの方に1名様に、はい、プレゼントしようと思ってます。愛ですね。愛だよ。しかもそれこそファンの方は汗と涙の結晶じゃないけど、そういうちゃんと作ってるんですよ。だって24時間ですよ。はい、ねえ、感情の涙じゃなくても眠たい涙出る。ねえ、それやっぱりやってくれて、はい、必死に。そりゃ欲しいよね。いや素敵。結構ギャップありますよね。ギャップある、そう。ダメですか？ガンダムって何？食べ物？って言いそう。言いそうだよ。リータ服着て、うん、かわいい。僕もそれこそあの元々原宿民なので、確かにやっぱり、はい、とか見てめっちゃかわいいと思って上京してもラフォーレのね、地下とか行ってあ、はい、あスキップしてね、なんだあのとこはみたいな。原宿民だからやっぱね、大好きファッションは。でもそうなんだね、はい、でもやっぱり人形とか、それこそ僕たちもバービーとかディズニーとか大好きだから飾るってのは分かるんだけど、はい、作ってで、うんうんうん、自分で、で、はい、それで飾るっていうのはしたことがないから、それは確かにより、ね、うん、大事にしたくなるんだろう。すごいギャップがいいね。歌ってん、歌ってん、ありがとうございます。ファンの方にちょっとこれ に歌ってん、ファンの方にですよ、ね、いや素晴らしいと思います、これは、はい、ありがとうございます。さあ最後ですかね、はい、まぶちさん、はい、まぶちです、はい、私がハマっている初出しの情報は、はい、エステに月15万円ぐらいかけていることです。暴露、暴露、暴露ですね。すごい暴露ですよね。港区女子ですか？いや、なんか何なんですか、素晴らしい。違うんですけど、いや、なんかこのグループに加入を途中でしたんですけど、はいはい、あの入って1年半ちょいぐらいでやっぱデブエットをしてる先輩だとか、なんか周りの方々がやっぱりもう細いし、うん、あの芸能界に入ってもう本当にすごくて、うん、これはあかんなと思って、普通の大学生だったので、うん、ちょっとやばいと思って、うん、通い始めたらハマってしまって、うん、でももう金ほぼ使っちゃわない、その15万でしょ。そうです、高ー。いや、なんかもうもらったお給料はほぼほぼもう美容代に使おうと決めて、なんか使うなら今かなと思って。うわー、すごい。でもやっぱ全然変わるよね。変わりますね。15万もするエステは変わるよ。何するんですか、15万コース。今はリンパを広げるっていう。広げ、そう、リンパ流すとか言うじゃないですか。流すっていう、流しやすくなるように広げるためのマッサージだったりとか、うん、クリームだったりとかがあって、はい、それを今自粛なので自分でできるようにそのキットがあったりとか。はぁ、すごい。あ、ちゃんとしたとこだわ。ちゃんとしてますね。うん、絶対そう。だってリンパってさ、確かにさ、うん、マッサージしてもその時は流れるけどさ、そうなんですよ、ここを広げちゃえばさ維持できるもんね。そうなんですよ。はぁ、なるほど。むくみが気にならなくなったりとかね。ポンポン、そうです。うわぁ、さすが歌って、ありがとうございます。すごいですよ。耐えま
ないドラッグ、プロ意識、しかもなんか何もしてないっていう人ほど、はい、あの15万かけてエステ行ってる業界なので、ここはですよね、うん、やっぱりそう、すごいよね、その努力。確かにでも思っってたかも、なんか芸能のお仕事して、はい、みんな細っとか、ちっちゃとか、そうなんですね、なんか思ってたのは覚えてるかもしれない、うんうんうん、確かに、そういう時はどうしたんですか、リューチェルさんは。ポストあのホストじゃないわ、ホストしてませんホストしてません、向いてると思うけどエステとか行ったんですか。いや僕エステ行ってなくて、はい、全く行ったことなくて、うん、何もしてないね細いなーって見てた。何もしてないです、ね、本当に。あすごいねー、コンプレックスが多いので、何がどこ。いや、もう肩幅が45センチあるんですよ。それ何なの。もともとなのと、水泳とかいろいろマーチングっていうのやってたりとか、筋トレを しすぎてたせいで、高校時代とかに肩幅ってそんなコンプレックスになるの。いや、広いねって、ガタイがいいねって。あ、そうなんだ。言われます。私も水泳習ってたんで、結構肩幅広い方だと思うんですよ。だけどメリットとしては逆算になるんですよ。あ、そうそう、なんかスタイルよく見えるイメージがある。ポジティブに。狭い方と一緒グループなんで8人いて、狭い人たちがいっぱいいるとどうしても目立っちゃうというか、わかりますとかもいろいろあって、あの頑張んなきゃなっていう感じですかね。でももう肩幅はもうこうギュッとできないからね。ビビになっちゃった。子供できても抱っこ紐とか背負いやすいから。確かに本当にいいことも流行ります。ありがとう、綺麗ですよ十分、本当に皆さんもね、はい、ありがとうございます。ということで結構な暴露も出ましたけども本当だよ、ね、いろんなね、はい、ということでそろそろ民族ハッピー組の皆さんとはお別れの時間になりました、はい、お知らせはありますか。はい、私たちはあのツイッターをやってます。はい、アット演歌アンダーバーガールズ1、民族ハッピー組と検索してあのフォローしていただけたらとても嬉しいです。また、最近では私たちオリジナルマスクを販売しております。はい、これをつけてみんなハッピーになりましょう、はい、ありがとうございます、はい、それでは民族さんの楽曲の中から1曲ご紹介よろしくお願いします。はい、民族ハッピー組でチョメリズム。本日のゲスト、民族ハッピー組の皆さんでした。ありがとうございました。
ということで、はい、このコーナーはゲストのアイドルの皆さんをお招きし、ゲスト自身に関するクイズ、すなわち自分クイズを出してもらい、リューチェルさんがクイズに挑戦するコーナーです。はい、ということで本日自分クイズを出題していただくゲストをお呼びします。きらめきアンホネットの皆さんです。よろしく。はい、私たち三重のご当地アイドルきらめきアンホレントです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一人ずつ自己紹介よろしくお願いします。はい、ライトブルー担当みっちゃんこと二条美月です。はい、サーモンレッド担当ラナピンこと松井ラナです。うん、はい、リベロイエロー担当同じこと藤宮もなです。よろしくお願いします。ふわふわっとしてて可愛らしい。ありがとうございます。目の周りキラ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 って感じですね。はい、きらめきアンホレントさんっていうのはどういうグループなんですか？はい、あの宇宙ときらめきをコンセプトに活動している三重県のご当地アイドルなんですけど、でも7人グループ7人メンバーいるんですけど、誰も三重県出身者がいない。三重県出身って。はい、そうなの。そうなんです。嬉しい。なんかそういうのってありなの？三重県のご当地なんだけど、うんうん、その出身ないってありなんですか？誰も住んでもないです。あ、そうなの？そうなんです、はい。じゃあ三重の何がわかるの？何も知らないから、ゼロから学んでいこうっていうスタイルで。ありがたい。嬉しいです。三重県民からすると成長型ね。そう、成長型です。三重ってちなみに何が有名なの？赤福とか伊勢神宮があったりとか。あ、伊勢神宮ね。はい、あ、僕三重の、はい、世界一、はい、日本一ゆるい自動車教習所でロケしたことある。浜名湖じゃないかな。それかな。めっちゃ広い。浜名湖自動車がもうど田舎。なんかそこでやって、そう、もうなんかね、僕、実はマニュアルなんですよ。でそれで演出したんですよ。それでも、いいよー、そういう失敗がないと成功できないよって言われて、それだから三重の方優しいなってイメージが手にある。確かに、オーラかだよね。オーラかです。あ、三重なんだね。そうなんです、三重県出身で。長島スパーランド行ったことありますか？あ、ありますあります。ロケで行きました。何が好きですか一番？長島スパーランド。私は絶叫怖くて呼ばれなかったんですよ。絶叫系のものしか置いてないんですよ、ほぼ。そうで、もうすごくて、メンバーから外れちゃって。そうだったんですね。乗った乗りました、私は。最近できた白芸。あ、白芸、ホワイトサイクロンっていう、それが新しくなって白芸になったんですよ。もう名前がやばいじゃん。白芸。すごい。出たな、行った時は。私、新メンバーなんですけど、まだ三重県1回しか行ったことなくて。もう爆笑。全然わかりません。ご当地タレントって言わないでもらって。おー、すごくない？でもまあ新メンバーだからね。そうです、はい。そりゃそうだ。あー、ウケる。はい、じゃあそんな皆さんとお送りしていきたいと思います。はい、さあ、まずは誰からいきますか？はい、はい、私サーモレット担当の松井がいきます。はい、お願いします。はい、やっぱアイドルだと握手会とかするじゃないですか。うん、でリリースイベントでちょっと広い、うん、そのショッピングモールでさせてもらってたんですけど、うんうん、握手会中に上からあるものが降ってきたんですよ。それは一体何でしょう？危なくないものじゃないです。危なくない、ショッピングモールで、うん、柔らかめ、柔らかいやつ。あ、でもそんな感じです。嘘でしょ。バナナ。あ、ちょっと遠くなりました。え、マシュマロ系でしょ。結構流行ってました。マカロン。あ、違います。硬いか。流行ってた。流行ってた。流行ってた。あ、思い出したかも。あ、わかった。タピオカ。正解です。すごい。流行ってたっていうか、柔らかくて流行ってた。流行ってた。タピオカがなんか吹き抜けの会場でイベントしてて、うん、池袋のサンシャインね、はいはい、そこでしてた時になんか上から、はい、ポッてカゴに乗って3階ぐらいから絶対虫と思う、うん、虫だと思って大発狂して、うん、買ってみたら男の子がなんかストローでプップップッって、やっててすごい、まあ、アイドルだからちょっと、ね、変な人かなって思われたらわかんないけど、プップッってされたのがちょうど私の肩にパッて乗って、私虫だと思うじゃないですか、はい、もうあってなって。わでもなんか口とかじゃなくてよかったじゃん。よかったです。たら終わりだよ、ね、食べれますもんね。いやでもそんなことあるって感じだよね。かわいいいたずらだけど、まだ許せるけど。タピオカってさ、なんか流行っててさ、はい、みんななんかインスタ映えみたいな一時期撮ってたじゃん、うんうん、はい、だけどさ、あれ、うん、本当に可愛いタピオカって意外にグロくない？私たち台湾によく行くんですけど、うん、台湾の人たちからしたら、三重より行ってんじゃないの？あ、そうなんです、そうなんです
チョじゃねえよ。あのその台湾は、うん、あのそのなんだよ、普通にあるので、うん、コンビニのおにぎりぐらいのノリなんですよ。へえ。だから日本人がなんで取って載せてるのかが本当にわからない。あ、なるほど。あ、急にね。確かに。え、怖いわ。気をつけてね、次から。はい、気をつけて。なんかこう肩のところにちょっとコップとかね、接着剤でつけたりとか、ね、できるように、はい。頑張ってね。ありがとうございます。面白い。いや、正解したじゃん。うわ、すごい。すごい、すごい。ちょっと今日出だしがいいぞ。はい。じゃあ続いて誰でしょうか。はい、私二条が出したいと思います。はい、お願いします。はい、私人生基本健康なんですけど、うん、唯一ちっちゃい時に病気にかかったことがあって、うん、その病気なんだと思いますか。え、ちょっとどういうこと、どういう。なんだろう、なんだろう、病気だよね。はい、でも有名な病気じゃなくて、うん、結構マニアックな。マニアック、複雑骨折。違います。マニアック、病気、口内炎。口内炎。ちょっと待ってくださいね。ヒントは動物が関係してます。動物、動物の名前が入ってます。ネズミ。違うか。あ、ネズミ見たらなんかなるじゃん。でもネズミも関係あります。ネズミ、ネズミから連想できる動物が入ってる病気。ネズミから、ネズミから連想、ね、猫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 アレルギー。猫はアレルギーなんですけど、うん、違うんですよ。猫アレルギー。え、猫、待って、猫が正解。今ピンポンですけど。猫、ふんふん病っていうのがあるんですよ。猫股、なんて言うの。猫、猫、猫毛体内に入った。猫、猫、猫って引っかくじゃない。引っかく。もうそのまま言ってみてください。猫引っかけ病。そう。なにそれ、何。初めて聞いた。初めて聞いた。そういう病気あるんですよ。へ、それはどういうあの理由でどういう症状が出るの。なんかおばあちゃんが猫飼ってて、うんうん、でその猫ちょっと凶暴だったんですよ、うん、でなんか私すごい嫌われてて、うん、その猫に、うん、でなんかどっかを引っかかれたらしくて、うん、そこからなんか猫が持ってる病気が入って、うん、でこなんか脇のリンパ節になんか溜まっちゃって、うん、でそれででもすぐ 2,3 日で退院したらしいんですけど、うん、そう結構マニアックな病気。ねえ、それいくつの時。え、何歳なんだろう。でも6、5歳とか、小学校の時。僕もでも今聞いて思い出したんだけど、はい、僕あの5歳ぐらいの時にそれこそスッポンに噛まれたことあるの。どうなるんですか、スッポンに噛まれると。スッポンって一回噛んだら離さないの。うわ、それでなんかあのおばあちゃん家、友達のおばあちゃん家に遊びに行った時に、うん、その庭みたいなところでスッポン飼ってて、うん、でスッポンがなんかそのウミガメみたいに、うん、あのちょっと外に出て卵を産むので泣きながら、うん、でそれをあの卵めちゃくちゃ産むんだけど、うん、なんか知らないけど僕あの間違ってるよ場所と思って卵を産む場所間違ってるよって思って何回も返してたの川に。そしたら何回も戻ってきてまた戻してってしてる最中に4回目ぐらいにもうお前ふざけんなって感じでバッて首伸びて噛まれて、もうあれは忘れきれない。もうどうやって取ったんですか結局。おばあがあの酢、冷蔵庫に入ってた酢をバーってかけて、離れたの。怖い。そう、それだけ覚えてて、でそれですごい腫れたんだけど病院に行って、そうそうそう、那覇の那覇の大きい病院行って、大丈夫だったんだけど、いやだ。そうなんですね。動物には気をつけましょう。気をつけましょう。面白い、ね、猫カフェとか今ねすごいあるから気をつけてもらいたいですね、うん、皆さんにもね。意外と意外とね、うん、はい、はい、さあ続いて、はい、藤宮さんですね。はい、私藤宮からの質問です。はい、私のカラオケのお箱は何でしょう。あら、ね、え、自分クイズだ。年齢は非公開ですか。あ、21です。21、はい、21歳。じゃあ何、大塚愛通ってる。スマイリーあはははは、わかるわかる。でもスマイリーわかります。そう、な、待って、ちょっと待ってね。最近の曲ですか。いや、いや違うと思う。21でしょ。え、21、はい、え、何が流行ったか。青春アミーゴ。あー、女性の曲。女性の方、女性の方の曲。ボア、メリクリ。違います。あー、ちょっと待ってね。あ、でもハマっちゃうな。少女時代の G。違います。君がいた夏は。違います。ピースピース好きな人が。もう全然可愛くない方かもしれません。可愛くない方。
人と良さの花水木。可愛くない。そうですね、女性が渋いかもしれない。渋いちょっとメンバーと行った時に歌ったらすごいちょっと笑いが起きたんですけど。意外って感じ。意外ですかね。オーヤルフィーフィー。あ、違います。結構似てて、歌ってるのが似てて、誰もが知ってる名曲。あ、もう誰もが知ってます。渋い、千の風になって。じゃあ女性って言ってたもん。当てたい。でもそういう線かもしれないです。トイレの神様。違います。糸惜しい。惜しい。待って、じゃあ即決だ。あー、やだー。当てたかった。やだー、やだ。何何知りたい。正解は中島みゆきさんの荒野より。あー、似てたの。似てます。似てますね。ちょっと聞きたいです。ちょっと聞きたい。ちょっと聞きたい。いいですか。ありがとう。歌える。ありがとうございます。いきます。一節。今夜より君に次ぐ。ちょっとあのもうあのすごいんですけど、あのその服で歌われるとほんと怖いです。フリフリのね。フリフリのもう真っ暗から出てきそうで。いやでも意外好きなんですか、中島みゆきさん。いや、なんか小さい時から歌ってるだけで特に。あ、じゃあそこでも歌いやすくて。そうだよね、おはこってそういう感じだもんね。あー、なるほどね。へー、いい歌いっぷりでしたね。すごい。おはこ何？おはこ私は、でもあのトリプルAさんが大好きなんですよ。あー、ダメそう。はい。その大事よね。はい、だからとびっきりの。あー、そうだよね。懐かしいわ。僕も、オレンジレンジ。一心伝心。やばい。楽しそう。絶対それですよ。一心伝心ですよ。中島みゆきさん渋いな。素敵。素敵。ありがとうございます。ちょっと歌ってみよう。忘れた。あの渋いですよ。素敵だと思います。はい。さあ2巡目やりましょう。はい、はい、じゃあ待ち行きます。最近ですね、あのマネージャーさんの耳に、はい、あの物を入れるのにハマって。本当にそこが悪い、ね。はい、そうなんですよ。よく言われます。はい、よく言われるの。いたずらが結構好きなんですけど。まあ、バカれても。最近一番最新で入れたものは何でしょう。耳あのタピオカ。あ、なんかタピオカ入れたことあります。入れたことあるの。どういうこと？こう中ってことですよね。中に入れるんですけど、入る大きさ？入る大きさで結構耳が関係してます。耳関係してるっていうか、そういうのが欲しいって言ってたんで似てるものを入れてあげました。似てるものか。欲しいって言ってた。エアポッツ系じゃないか。エアポッツ系の形の。あ、耳栓。違います。エアポッツ系、耳には入れないものってことですよね。普段あの食べ物で。食べ物、はい、耳が。そのまま耳に入れて、エアポッツみたいな形じゃない。だからかっぱえびせん。違います。キノコの山。あ、もう入れたことあります。めっちゃ入れるじゃん。じゃがりこ。あ、違います。お菓子というより、なんだろう、メインの食材の付け合わせみたいな。大学芋。あ、違います。付け合わせ、はい、オクラ。違います。ポテト。違います。白いです。白い。はい、あ、べったら漬け。あ、でも近くなりました。たくあん。あ、近い。もう、そっち系。漬物の。漬物。大根の漬物。近いんでしょ。らっきょう。ピンポン、そうです。らっきょう耳に入るか。はい、先が丸いじゃないですか。はい。なんだろう、はい、で、あのエアポッツがその時そのマネージャーさん欲しいって言ってたんで、うん、なるほど。またその時たまたまラッキョあったんだね。あ、そう、カレー食べてて一緒に、うん、似てんなと思って、じゃあ拭いてやった。でも楽しそう。でも確かに楽しそうですよ。反応どうだったの。うぎゃーなんか入ってっちゃいそう。ちょっとツルツルしてるもんね。確かに。なるほどね。いや、意外すぎるわ。いやでもなんか分かりました。ひらめきましたね。すごい、うん、すごい、ありがとうございます。すごいわ。ありがとうございます。
次いきますか。はい、はい、続きまして、はい、2条です。はい、はいはい、私、まあ、アイドルなんで、うん、ライブの後に物販っていうのがあるんですよ。で、うん、ファンの皆さんとこう握手したり喋ったりする時があるんですけど、うん、そこに行く前に必ずすることは何でしょう。おお、え、物販に行く前かな。香水をかける。香水近いです。あ、近い。アルコールスプレーをかける。違います。香水、香水近い。香水近い。見た目に出るかもしれない。ノーズシャドウ入れる。ノーズシャドウ、違います。やっぱ可愛く見られたいからっていうこともある。いや、外見には関わらないことです。あら、だから匂いが近いってことだもんね。あ、そっかそっか。あ、香水を飲む。何か飲む。飲まないで。あ、飲むこともあります。あ、なんで。なんだろう。何香水ほぼ正解だったんですけど、香水を手のひらにめっちゃ振って、匂いをつけるっていう。あー、かけるじゃダメだったんだ。なるほど。手のひらにね、手のひらにつけて、ファンの方と握手したら、ファンの方の手に私の香水がつくんですよ。で、帰った後に何かのタイミングでこうなんかふわってするなって思ったら私の匂いなんですよね、それが。うわー、計算されてますね。計算されてない。その残りがを楽しんでもらうっていう。はー、それはいい。僕って、自分いい匂いな日だとしてもいい匂いがする自信があっても手のひらだけは臭い気がする。まあ、いろんなもの触ったりする。そうそう、手のひらって、全然気を使わないからすごい、でも他の推しの子とかの人もそれで乗っ取るってことですね。そうですね。そうだそうだよ。絶対それで一番最後に残ってるのが自分だったら、うん、匂い大事だね。でも本当に狙われてますよ。そうだよ、気をつけなきゃ。なんかそういう匂いの人ってやっぱ強くて、うん、僕の学年に同じ同級生で、うん、すっごいモテる女の子がいたんだけど、うん、手紙に絶対香水かけてた。うわ、その子は本当に、誰の男でも取ってた。うわ、匂い大事だ。匂い大事、大事よ。手を香水よ。ありがとうございます。ちなみに僕の親友のペイもめっちゃ香水大切にしてます。めっちゃ匂い大切にしてます。そう、そしてなぜかモテるんですよ、ペイも。そうなんだ。ここから大事ですよ。はい、はい、じゃあ最後お願いします。はい、私藤宮からの質問なんですけど、はい、絶対に当たると言われてる占い師さんに前世を占ってもらったんですけど、はい、それは何だったでしょう。うわ、いい問題だ。猫。商人の娘。食卓にあります。食卓に食べる時にご飯の時にある。絶対当たってないですよ。食卓にある。爪楊枝。しゃもじ。食べ物。食べ物ではありません。あ、食卓にあるの。でも食卓だよね。キッチンじゃなくて食卓。あ、まあ、キッチンにも今ある。今あありますね。スプーン。あ、箸。惜しい惜しい惜しい。フォークでもないよね。惜しい。トング。ナイフ。違います。しゃもじ。違います。今言いました。お玉。あ、違います。あ、惜しいじゃないか。なになになに。惜しい、近づいたのに。正解は、うん、あなたの前世はコップですと言われました。それはどういう裏話があるの。なんで似てる。私もよくわからないですけど、うん、あなたの前世はコップだとだけ言われました。なんでなんだろう。それ絶対間違ってる。当たる。絶対当たるんですよね。当たるって有名なところだったんですけど、コップ周りはみんなタヌキとか猫とかですけど、はい、私だけコップって言われて。物じゃん。物じゃん。はあ、でもなんか前世が物っていう風になると物にもやっぱ命が宿ってるか大切にしようって思うよね。そうですね。ポジティブに捉えると。いやもうね。似てるんだ。コップか。そうなんですよ。面白い先生だな。プラスチックかグラスか気になるね。確かに。グラスな気がするちょっと。さあ、ということで。はい。クイズここまでとなります。はい、今回のきらめきアンフレンドの皆さんはどうでしたか。自分クイズ
楽しかった。初めて言った、聞いたのもあったし。良かったです。あ、良かったです。よりメンバーを知れますよね、確かに、ね、はい、確かに、ありがとうございます。ちなみにリューチェルさん、一番いい問題を作ったと思うのは誰ですか？いや、僕の中では、はい、やっぱり、うんうん、猫、きっかけ病。きっかけ病。いや、逆にそんな病気あるんだって思って、ちょっと気をつけようと思ったし、僕もすっぽんだって思い出したし、いや勉強になりました。ちょっと歌てん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。はい、さて、そろそろきらめきアンファレントの皆さんとはお別れの時間になりました。お知らせはありますか？はい、私たちきらめきアンファレントはセカンドアジアツアーが決定しており、ファイナルでは8月12日ゼップダイバーシティ東京にてライブがあります。また私たちも、歌天さんのチェキチャオに参加しているので、はい、ここのツイッターなどをチェックしていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではきらめきアンファレントさんの楽曲の中から1曲ご紹介よろしくお願いします。はい、今年の2月26日に日本コロンビアよりリリースしましたメジャーファースト EP 新宇宙ワープドライブよりリード曲太陽系ワンダーラストです。本日のゲストきらめきアンファレントの皆さんでした。ありがとうございました。さあ、そろそろお別れの時間となりました。リューチェルさん、どうでしたか？いや、今日ちょっと喋りすぎましたね、僕。喋りすぎましたね。いや、すっぽんの話やら。いやね、本当に。なおちゃん、どうだった？いや、本当楽しいですね、自分クイズ。ね、うん、またやりたい、僕。ね、うん、ちょっとどんどんやっていきましょうよ。嘘つきのやつと。ああ、いいですね、変わり番子で、ちょっとやりたいなって思いました。はい、ぜひお願いします。はい、最後にお知らせです。はい、次回6月24日のアイドルゲストは、スーパーガールズの皆さんが来てくれます。ということで、お送りしてきたリューチェル&高見直アイドルオンライン、今週はここまでです。また次回お会いしましょう。 MC のリューチェルとナビゲーターの高見直でした。また再来週。